として知られるバーランダー氏。彼の給料を上げてやれ。ドジャース40 W ソックス。日時間27日シカゴドジャースの大谷翔平投手を助けた意外な人物に、米メディアからも称賛が集まっている。26日、日時間27日に敵地で行われたホワイトソックス戦に1番指名打者で先発出場。3回にはベンチ内で準備を行っていたところ、ファウルボールが襲ってきたが、ボールボーイが見事にキャッチしていた。3回無視の場面で、打席には8番のキケ・ヘルナンデス内野手。カウント3から1から一塁側へファウルを放つと、ネクストに向かうためベンチ内で試合を見ていた大谷の元へ飛び込んできた。とっさに避けたが、その前にいたボールボーイが見事に両手でキャッチ。横にいたデーブ・ロバーツ監督は拍手を送った。その後、大谷はボールボーイに声をかけて感謝した様子。そばで見ていたウィル・アイアトン通訳は口をまん丸にして驚いていた。大谷のファンと知られるアナリストのベン・バーランダー氏は、彼の給料を上げてやれ。彼は、翔平大谷の命を救ったんだと自身の X、旧、ツイッターに投稿した。また、地元メディア、ドジャースネーションのダグ・マッケイン氏も、翔平大谷が命を救ってくれた、バットボーイに贈るポルシェは何色？と投稿。ファンからは、ゴールドグラブ賞、ヒーローすぎる、すげえメジャー級、ドジャースさんに5億円あげてくださいと声が上がっている。フルカウント編集部。